カズキチャンネル始まるよ。はい、どうもこんにちは。こんにちは。今回はですね、5月3日に行われます天皇賞の予想をしていきたいと思います。というわけ、ごめんね。で、まず出馬と、この汚い B 型14頭でやってるんですけども、まあ人気の14番フィエールマンで、7番のユーキャンスマイルで、8番奇跡、この3頭がまあ人気馬になってるんですけども、まあ軸をね、どれにするかですよね。まあ、奇跡はスタートが切れたらもうすごい足は持ってますし、フィエールマンは有馬記念でも4着という素晴らしい結果を残し続けている。で、ユーキャンスマイルもすごい走りをしていてね、これ軸悩むとこなんですけどね、やっぱり 3200m やったら、やっぱりジョッキーとのね、コンビネーションが大事なんで、さあそういうとこも考えて発表したいと思います。推しの今はブン、フィエールマンです。フィエールマン、ルメールさんとね、フィエールマンの相性もう完璧なんですよね。まあ一番人気という硬いところではあるんですけどね、もう予想通りの走りをしてくれると思います、確実に。というわけで、組んでいったフォーメーション3連単ですね、こちらになりました。1着にフィエールマンで、そして2着にモズベルロですね。で、エタリオで、5番が誰や、ミッキースワローですね。はい、ディズニーランドが大好きなんでミッキー、はい。で、7番にユーキャンスマイルで、8番奇跡で、11番が名勝天元で、3着はもうほぼ全通りですね。これハッピーグリーン以外かなと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、うん、ハッピーグリーン以外ですね、多分。はい、でもこのね、もう来たらほぼ勝つであろうというフォーメーションを組んでみました。まあ大丈夫でしょう。まあ一応フィエールマンが飛んだ時用のフォーメーションも組んでるんで、まあ3着までにフィエールマンが来てくれたら勝ちますね、これは。ね、勝つと思いますか？勝つそうですてな感じで、今回は天皇賞の予想ということで、フィエールマンを軸にしたフォーメーションでやっていきます。5月3日、あと2日ですね、楽しみに待ってましょう。チャンネル登録よろしくやで。